波の音をこう感じながらね、音楽を聴けるって最高ですね。すんごい気持ちいいよ。どうもこんにちは、ランパパでございます。今日はですね、ランニングでも使えるイヤホンのご紹介でございます。紹介するイヤホンはですね、こちらでございます。ドスンと、はい、こちらですね、アビオットのオープンピースエリートでございます。これね、このパッケージを見てもらえたらね、わかる方もいらっしゃると思うんですけれども、骨伝導イヤホンになっております。今日はね、この骨伝導イヤホン紹介していきたいと思うんですけれども、このね、アビオットというメーカーですね、聞き慣れない方もいらっしゃると思うんで、軽く紹介をしますと、2018年に立ち上がった日本のブランドでございます。このアビオットの特徴はですね、ジャパンチューンドと言われているんですけれども、日本語を聞き慣れた人が心地よく聞けるサウンド、これを目指してですね、製品開発に日時取り組まれている、まあ、こういうですね、ブランドになっております。私もですね、2018年にたまたまなんですけれども、このアビオットさんのイヤホンをですね、買ったんですね。で、すごくですね、つけ心地、聞き心地がね、良くてですね、長年使ってたんですけれども、まあ、そういう縁もあって、今回もですね、アビオットさんの製品を購入させていただきました。そういうわけでですね、今日はこのオープンピースエリートの方をですね、レビューしていきたいと思います。はい、同梱物の紹介していきますね。まずはですね、こちらですね、本体ですね。はい。で、続いてがポーチですね。製品を入れるポーチ、かなり豪華なものがついています。これ。そして、マニュアルですね。ユーザーマニュアル。そして、充電用の USB のケーブルですね。タイプ A とタイプ C のものがついています。で、こちらですね、こちらはですね、 USB のキャップになっているんですけれども、まあ、これ取り外し可能な、マイクがついていますので、マイクの取り付け口、ここにキャップをすることができます。これで外でランニングする時とか、ホコリとかが入らないようにすることができるというものですね。これがついています。はい、で、こちらのですね、ポーチを開けるとこのようになっておりまして、はい、こちらに本体を入れて、こちらにですね、付属品などを入れることができると、そういうふうになっております。はい、同梱物ね、以上になります。はい、じゃあですね、実際の製品がですね、こちらなんですけれども、すごいかっちょいいですよね。メタリックシルバーというのを私は選んだんですけれども、はい、こんな感じで、すごくかっこいいデザインになっています。この耳掛けの部分はね、硬い素材でできているのでですね、曲がったりはしないですね。ただここの耳掛けの部分がね、こう柔らかい素材なので、耳にかけるときにきつかったりとか、そういったことは特にないですね。はい。ただですね、ちょっとですね、これを収録する直前にですね、2日ぐらい前なんですけれども、ちょっとショッキングなことが起きまして、これちょっと折れちゃいました。まあ2ヶ月しか経ってないので、サポートのからはですね、無償交換ということになったんですけれどもね、はい。で、まあどんなものにでもですね、やっぱり外れというか、うん、初期不良的なものはですね、つきものですので、まあ、あまり目くじら立てずに、こういうのは淡々と、はい、メーカーに問い合わせて対応をお願いすればいいのかなと思いますね。はい、で、今日はですね、ちょっともうこの折れたものでレビューは続けていくんですけれども、まあもう2ヶ月使っているので、だいたいね、使用感みたいなのはね、しっかりと分かっているので、はい。で、かけた感じはね、こんな感じですね。で、すごくね、ほらスタイリッシュですよね。うん、いいですね。
で、こちらのマイクついてる、これランニングするときに、すごく邪魔だと思うんですけれども、これのね、特徴のね、もう一つがですね、これ外せるんですよ、こうやって。付け外しができるので、ランニングするときはこの状態で使って、で、仕事とかでリモート会議とかやったりする機会がある方いると思うんですけれども、その時はこうやってつけてですね、ね、使うと。で、私はどっちかというとこれ仕事でリモート会議すごく多いので、そういう時のために買った、メインはねその使い方なので、基本的にはねこれつけてね、使います。で、このマイクがですね、単一指向性というマイクで、つけた時に口元からの音声しか拾わないと、そういう特徴を持ったマイクになっています。なので、周りがねこうガヤガヤとうるさかったりしても、クリアなでな口元の声しか拾わないので、クリアな音声が聞けると、そういったものになっています。仕事でねもう2ヶ月くらい使ってて、職場の同僚とかにもねちょっとどんな感じって聞いたんですけど、すごくいい音だっていうことでですね、すごく満足をしています。はい。でですね、この、製品のですね使用をですね簡単にご説明したいと思います。ちょっとこちらに iPhone じゃなくて iPad あるので、少しこれ見ながら説明させていただくんですけれども、ここの辺りにドライバーっていう、音を出すための、仕組みが入っているんですけれども、この骨伝導イヤホンにはですね2つのですねドライバーが入っていて、ダイナミック型骨伝導ドライバーというものと、バランスドアーマチュア型ドライバー、略して BA ドライバーと言われているんですけれども、この2つのですねドライバーが入っています。 BA 型のドライバーでですね、骨伝導イヤホンでありがちなんですけれども、周波数の中高域のですね音が歪みがちになるんですけれども、骨伝導イヤホンだとですね、そこを補ってバランスのいいですね音が聞けると、そういったものになっています。再生時間は、単体で12時間聞くことができます。で、充電時間も 1.5 時間というふうに結構短い時間で、満充電できると。で、充電ポートはタイプ C ですね。で、防水性能は IPX5 相当の、防水性能があります。で、対応コーディックが AAC と SBC ですね。はい。で、マイクに関しては、先ほど言いましたけれども、単一指向性のマイクが、搭載されています。ちなみにマイク単体はですね、防水仕様ではないので、水に濡れたりするのは NG ですね。はい。イヤホンの設定はですね、スマホアプリのサウンドミーというアプリから行うことができます。今ですね、もうアプリを起動した状態なんですけれども、ペアリングをするとね、このような表示になります。設定できる項目ですけれども、音漏れ抑制モードですね。これは電車内とかで音漏れを抑制するモードになります。そして高音質モードの時にはですね、イコライザーの設定ができます。イコライザーはこのプリセットでこの6種類が設定することができますね。そしてゲーミングモード、こちらはですね通信支援が少なくなるモードですね。そして位置情報の履歴を示すこともできます。最後にあった場所をですねこれで見ることができますね。そして、音声の言語設定、英語と日本語から選ぶことができます。そして本体のアップデート、はい、設定の項目はこの程度です。で、実際の使用感をですねランニングにですね出てですね確かめてみましたので、そちらをご覧ください。海岸までねやってきました。ここに来るまでもねこうつけてね音楽を聴きながらやってきましたけれどもね、ほんとね音に関してはねこれが本当に骨伝導なんだろうかっていうぐらいねいいですね。
高音域から低音域までね、すごいねバランスよく音を聞かせてくれます。まあ当然ね、あの同じ価格帯のカナール型のイヤホンとか、あと密閉型のヘッドホンとかね、まあ要は外音を遮断するようなイヤホンヘッドホンと比べると、まあ、もちろんあの劣る部分はあるんですけれども、いやそれでもね、あの全く不満点はねないですよね。まあ音量を上げすぎるとね、ちょっとやっぱりここのこみかみの部分が震えすぎてくすぐったい部分はねあるんで、まあ音量の上げすぎには注意が必要ですけどね、耳を塞がないで聞けるねイヤホンの部類ではかなり高いレベルの音だと思いますね。当然ね耳を塞いでないので、あの波の音とかね、そういったものもね心地よく入ってきますし、ここに来るまでにあの幹線道路なんかも通ってきたんですけど、そこでね車の音がねガンガン入ってくるので、そういう時にはねさすがにあのカナル型とかね、そういったヘッドホンの方が分があるかなっていう感じはしますけど、まあでも耳を塞がない系のねヘッドホンとしてはね、もう本当にね高いレベルでね音がまとめられてていいイヤホンだと思います。でまあ普通外ではねやらないと思うんですけどね、ちょっとこうマイクをつけられるので、マイクをつけてねマイクのね音質の方もねチェックをしていきたいなと思います。はい、今ねマイクを取り付けて撮影をしています。このマイクね指向性のマイクといって、あの口元の方向しかね音を拾わないようなマイクなんですけれども、なのでこういうね周囲の例えばこの波の音とかね、こういったのはねあまり拾わないと思うんですけれども、どうでしょうかね。 GoPro なんかのね GoPro なんかのマイクだとこう全体を音拾うので、多分波の音も私の声の音も両方拾うと思うんですけれども、どんな感じで聞こえてますかね。このマイクを取り付けなくても本体側にもねマイクがついているので、本体側のマイクでもね音を取ってみたいと思います。はい、今度はねこの先ほどつけてた指向性のマイクを外して本体側のマイクで音を取っています。こちらの場合だとどうですかね、波の音とか私の声とか、ね、鳥の声なんかも聞こえてきてますけど、聞こえてますでしょうかね。いや、こうやってね波の音をこう感じながらね音楽を聴けるって最高ですね。すんごい気持ちいいよ。毎週来たいぐらいですねこれ。すごい気持ちいい、最高ですよこれ。小田急のね片瀬江ノ島駅まで、来ました。電車でのねこの音楽の聴き心地に関してもねちょっと確認をしたいと思います。当日は休日の朝7時ぐらいに地上を走る電車で撮影しました。線路も比較的まっすぐなので車両からのきしみ音などもあまり発生しない路線です。この状況下で耳元から50センチほど離して音楽を聴いていました。高音質モードでは半分ほどの音量で音漏りすることを確認しました。そして3分の1ほどの音量で音漏りしないことを確認しました。また音漏り抑制モードの場合は半分ほどの音量でも音漏りは確認できませんでした。3分の2ほどの音量まで上げると音漏りを確認しました。ということで音漏り抑制モードの効果はしっかりと確認できました。電車内で聞くときは音漏れ抑制モードを活用することをお勧めします。はい、ということでですねランニングしてきました。はい、すごいですね、
海岸沿いをですね走ると気持ちよくてですね、波の音入ってきながら音楽聴けるっていうのがすごいね気持ちよかったですね。耳を塞ぐタイプのですねイヤホンだとああいう風にはねならないので、すごく爽快感ありました。すごくおすすめです。でマイクの性能もですね確認をしましたけれども、見事にですね波の音風の音とかねなくして声だけね収録ができてましたよね。かなり性能は良かったのかなと思います。はい、ということでですね今日はですねアビオットのオープンピースエリート、こちらの方のレビューを行ってきました。非常にねデザインが良くて音も良くてですねすごく使い心地のいいイヤホンだったと思います。もしねこちら気になる方はですね試していただけたらどうかなと思います。はい、今日の動画は以上になります。この動画がいいと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね日々のランニングのログをストラバにアップしておりますので、そちらもですね概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。ではですねまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。